どうもベタです。ドラクエタクトやっていきたいと思います。本日は無課金の方がまずやるべきことを動画にまとめさせていただこうと思っております。まずはじめにリセマラが一番大事になってきます。課金の方はね、リセマラせずにバン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 ガチャすればいいんですけども、無課金の方はなかなかガチャする機会がありません。なのでまずは欲しいキャラを手に入れましょう。でこのドラクエタクトなんですけども、すごいリセマラが楽です。まあ、やり方としましては、初回はね、2-1までストーリーをクリアしないといけません。2-1までクリアすると3000ジェムプレゼントされます。まあ、そちらでガチャを回してください。でガチャを回して、あ、これ外れたなと思ったら、メニューボタンでタイトルに戻ってください。タイトルに戻りましたら、右上の方に、プレイデータ削除、これがあります。これを押すともう削除できるんですね。削除できて、進めると、なんとね、1分ぐらいでガチャが回せるんですよ。1分ぐらいで次のガチャが回せるようになります。まあ、1分もかかんないのかな。周回1分ぐらい。ここでチュートリアルをスキップできます。スキップすると、まあ後でね、やらないといけない、まあ、リセマラ完了してからはやらないといけないんですけども、もう3000ジェムもらえる状態から始まります。1回ガチャ引くのに3000ジェム、まあそれがあれば十分なので、これだけでリセマラできるようになってます。すごいありがたいね、仕様にしていただいてますので、しっかりと皆さんはリセマラするようにしてください。スカウトでもうこれで引くだけなんでね、しっかりとするようにしてください。そして、まあ自分がね、今、10章ぐらいまでクリアしたのかな ?11 章まで行ったのか ?11 章まで行ったんですけども、まあ、そこで思ったこと。まあ、リセマラでね、まず何を当ててほしいのか。もう一つです。スライムエンペラーを当ててください。まあ、結構皆さんね、リセマラランキングとかされてると思います。結構動画で見るんですけども、あるんですけど、やっぱり、強いヒーラーって今んとこ、スライムエンペラーしかいないんですよ。で、最後の方に行くと、やっぱりヒーラーなしではきつい。そう思いましたので、まずはスライムエンペラーを当てましょう。そして、まあ、だんだん進んでいくと、またガチャが引けるようになります。その時にアタッカーとかが当たってくるといいのかなと思います。まあ、頑張る人は、できればね、スライムエンペラープラスキラーマシンとか、多分ピックアップされてるので出やすくなってます。まあ、その辺を当てると、すごい後が楽になりますので、皆さんはスライムエンペラーを獲得して、ゲームを始めることをお勧めさせていただきます。リセマラが終わりましたら、続いてはストーリーを進めてください。まあ、具体的に言いますと、6章の2話まで進めましょう。なぜ6章の2話までと言いますと、この左上にある初心者ミッション、これをクリアするのに 6-2 まで必要なんですよ。このバトルロードを1回クリアする、これ、バトルロードを実装させるのは6-2。6-2まで必要なので、まずは6-2まで進めましょう。進めると、S 確定、初心者 SP スカウト券。これでね、S ランクのものが1体、モンスターもらえますので、進めやすくなります。しかもね、6-2まで進めてると、ジェムがね、3000ジェムぐらいは貯まるんですよ。そこでまた10連ぐらいできます。6-2ぐらいまでやって、まずは戦力を上げましょうということでございます。じゃあちょっと自分もね、ちょっと回収だけしてなかったんで回収して、この S 確定、初心者 SP スカウト券使っていきたいと思います。はい、使っていきますね。ちょっと自分はちょっと遅いタイミングになってしまったんですけども、この S ランク確定、これ引けます。まあ、提供割合的には、全部均等になってますんで、当たると嬉しい。まあ、自分はスライムエンペラーね、まあ、先ほども言いましたが、強いんで、まあ、持ってないんで、引きたいと思います。引けると嬉しいです。はい。さあ、来い。かぶりだけやめてね。かぶりだけはやめてくれ。かぶりが来ると、自分の戦力は伸びない。伸びはするけどね。覚醒するんで伸びはするけども、来てほしくない。さあ、何が来る?さあ来い。あー、かぶってしまったー。マジかー、かぶってしまったね。煉獄長がかぶってしまいました。まあ
しょうがないと思います。スカウトで戦力補充が終わりましたら、ここからは自由にゲームを楽しみましょう。まあ、基本的にストーリーを進めることをお勧めさせていただきます。ストーリーが進まなくなったらランクアップ、装備を獲得で特技の強化をやっていくといいと思います。まあ、特にねランクアップすると結構強力になりますんでね、上げていくと自分はいいと思っております。まあ、ですがね、ソシャゲなんでスタミナという概念が存在します。まあ、スタミナゼロになってしまったらジェムで回復すればね、うん、まだ遊ぶことはできるんですけども、ジェムがかかります。しかもそのジェムを使った回復も1日15回までです。まあ、どんどんジェムが上がっていくんですけども、1日15回まで回復することができます。まあやっぱりね、ジェムはガチャに回したいという人が多いと思うんですけども、まあそういう方はね、ジェム使わずにこのバトルロードをやってください。まあ先ほども説明させていただきましたが、6章の2話まで進めるとこのバトルロードができます。で、スタミナゼロで回すことができるストーリーです。うん。スラクト、スライム系、悪魔系、魔獣系、物質系、ゾンビ系、自然系、ドラゴン系とあります。まあ、こちらの、まあ、ちょっとね低ランクのキャラを使えるシナリオでございます。こういう形でね、最大でも B で、ドラゴンで確か A のキャラがいるのかな。ドラゴンで確か A のキャラを使うことができるんですけども、なぜこの低ランクのものを育てないといけないのか、まあ、それはこの仲間のところのマスターランクに関係します。このマスターランクは、まあ、例えば自分で言うとゾンビマスター一番頑張ってるので見ていくと、このゾンビの総合計のレベル、うん、仲間の一覧で見ますとゾンビキャラってこれだけいるんですよ。で、どんどんレベルを上げてるんですけども、こいつらをレベル ある一定上げていくとどんどんランクが上がっていくんですよ。マスターランクが上がっていきます。まあそうすればこういう形に、今で言うと HP プラス 1%、 攻撃力プラス 1% で、守備力プラス 1%、 素早さプラス 1%、 賢さプラス 1%、 こういうボーナスが乗るんですよ。やっぱりねこれ、うん、地道なところなんですけどもかなり大事になってきます。これをね、まあ、ジェム使わずにスタミナも使わずに上げることができますので、バトルロードはしっかりとやるといいと思います。で、自分がね、なぜゾンビ系一番まず上げてるかと言いますと、まあ、自分のメインである、まあ、ワイトキングが一番今育てたいなと思ってるキャラでございますので、ワイトキングの強化のためにゾンビ系を上げております。まあ、スライムエンペラーとか上げたい方はね、スライムとかやってもいいんですけども、まあ、とりあえず、まあ、自分の使ってる S ランクを強化したいとか、この A ランクを強化したいっていうキャラからやるといいと思います。特にね、属性2個ぐらい、まあ、自分の 5体の中にその2体が入ってるとかならば、そのものからバトルロードを進めてどん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 強くしていくといいと思います。まあ、やっぱりこれだけね、無課金でも、無課金や、スタミナなしでも遊べるゲームでございますので、このバトルロードはしっかりとやってください。現在の自分のパーティーはゾンビ系、物質系、悪魔系、自然系、魔獣系となっておりますので、まあ順番にね、バトルロードはこなしていって、マスターランク上げていこうかなとは思っております。まあでもね、一人は抜いてヒーラーのキャラを入れないといけないので、まあどれかは一個諦めようかなと、後回しにしようかなとは思っております。はい、そしてね、今、レベルがオレンジ色になってるキャラが3体います。まあなぜね、ランクアップさせて最大上限上げないんですかと言われますと、今できないんですよね。うん。これはちょっと注意していただきたい。注意していただきたいのは、このランクアップに必要なアイテムがね、毎日手に入るわけではないんですよ。例えば、このキラーマシンの物質のオーブ。これがね、うん、3日に1回ぐらいしか入ることができないステージにあるんですよね。うん。獲得するのができない。なので、まあ、その辺ね、うまいこと調整して、まあ、そろそろランクアップさせないなって思うときは、前々から用意しといて、うん、こういう物質のオーブとかを用意しといて、ランクアップさせた方がいいと思います。まあ、計画的にやらないとね、うん、ランクアップさせれずに、経験点だけ溢れていくという形になりますので、皆さんは注意してください。まあ、自分が、うん、今苦しんでるとこでございます。
まあ本日の動画はこんな感じで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。